皆さんこんこにちはワーーールドラバーマーケットのぐっちぃです今回は卓球関係の仕事についての話をしていこうかなと思います。で前回はあの卓球の仕事をしたいっていう、まあ、雇われのみの方での夢の持ち方の動画を出したのですが、まあ、それであの卓球の実力そして一つの大きな個性そして人脈で全国の活動ネット活動 というのはまあちょっと難しいなと思っている方はまあもうそのまま諦めちゃうのかっていうと実はそうではありませんそれは方法としてはこの4つが厳しいと思っている方はあの卓球関係の仕事をする方法実は雇われの身じゃない方の方で2つ方法がありますでそれは自分自身が店長になって自分のお店を作るっていうのが1つ目で2つ目は 指導者になって卓球道場を作るっていうのがあります。なので、まあ、雇われのみの4つの条件が難しいなと思っている方は、もう開業するタイプで2つのパターンを今回用意しましたので、まあ、そちらの方で夢を追い続けてください。で、まず、この1つ目ですね。先ほど言った、あの、1人で卓球の仕事で開業するチャンスということですが、まあ、これはどういうことかと言いますと、まあ、卓球のネットショップの開業です。で、自ら1人で立ち上げる。 まあこれならまあ皆さん意思があればできますよね、まあ、自分でタグショップやるぞっていう自分の意思周りの関係とかそういうのは関係なしでまあ自分がやりたいと思えばできます、まあ、しかしまあやはり多少やっぱりお金がいりますよねでやっぱり卓球ショップはまあ実店舗もネットもまあ最初はそのまあ投資がいると思いますのでまあそこら辺は若いうちにまあお金を貯めといてでそれからまあお店を開く っていいう展開も十分ありだと思いますで実際あのグッチの卓球活動日記のブログの方に私もよく載せていた、まあ、友人なんですけど、まあ、1年ほど前一、まあ、人で、まあ、卓球のネットショップを、まあ、立ち上げて今は実店舗を持つようになりました、まあ、やっぱり一人で、まあ、やっていくには、まあ、ネットショップをやってお金を貯めて実店舗というナがまが、あ、一番卓球ショップを開きやすい入ってきやすいのかなと思います でそのやり方でまあショップ一人で開けるチャンスがありますねただあのまあ言葉ではすごい簡単なんですけどまあ人でやっていくというのはちょっとやっぱリスキーでまあやっぱ売り上げを上げるためにもやっぱ勉強をしなくちゃいけないですしまあ実際まあ普通のサラリーマンよりもまあハードなところがあるかなと思いますしかしまあ成果が出やすいのでまあそれはそれで楽しいことですしまあ卓球ショップをまあ自分で開業するというのもありだと思いますでそして二つ目ですね 2つ目は1人で卓球の仕事で開業するチャンスというのは他にもありますでそれはまあ高知業ですねでまあまあ高知業というのはま卓球界は爆発的に増えてまして、まあ、各地で卓球場がオープンしています、まあ、皆さんもこの波に乗ってまあ卓球場をオープンするまではまあ最初は行かないにしろまあレッスンをまあ受け持ってまあコーチをするようになってそこからゆくゆくは卓球道場で指導者をやるというまあ流れを できる可能性が高いですね。で指導者イコール卓球が強いっていうのはまあ正直なところまあこの考えはまあまあ卓球が強くなくてもしっかり一人一人に適した指導ができるで細かい面倒が見れる集団指導もできるという方がまあ優れた指導者になれるのかなと思います。で卓球についてまあしっかりとした考えを持っていてで教えてて実際分かりやすいとか言われて指導をすることになるまあ 実証が積み重ねることができましたら、まあ、コーチとしてやっていくことは可能だと思います。でまあ、あとは、まあ、卓球道場をやることを意識して、まあ、皆さんの住んでいるところの、まあ、地域密着で、まあ、いろんな学校、クラブチームなどに、まあ、コーチなどをしに行って、そこから、まあ、顔と、まあ、私自身の顔と、まあ、コーチの実力を打って、まあ、自信と人脈をそこでつけて、卓球場をオープン。という流れでやっている方も多いです。 ということで、2つのまあ開業パターンっていうのがありますね。卓球のネットショップと卓球の道場っていうまあ2パターン。1人で何もスキルがない状態でも、志せばそちらの開業パターンの道に行けます。すごくこの2つを簡単にまとめさせてもらうと、ショップの方はまあ1つ目、お金を貯める。で、2つ目、ネットショップの開業。で、3つ目、成功してお金を貯める。4つ目、実店舗っていう流れですね。で、コーチの方は、 1, まあ1、まあ、お金はいらない、まあ、これは仕切りは低いのかもしれませんねで2つ目部内自分のところで指導をしてみるで3つ目部内の方に指導向きと言われたりコーチとして言われるようになる4つ目、まあ、地域のクラブや学校で指導するようになるで5つ目コーチとしてお金を稼ぐようになる6つ目は、まあ、地域で、まあ、コーチとして有名になるで7つ目お金を貯めるで8つ目卓球場オープンというまあほんとに、まあ、こんな感じですぐさらっとはいかないんですけど まあ大雑把に簡ただまあどちらもやっぱりこれは厳しいすごい大変厳しい道のりですのでまあ人一倍の努力そして他の人にはないその個性を生かす負けない気持ちなどやっぱあと勉強もするとかそういうのをやっぱりあのやり込むことがまあこの今話していること以上にたくさんいっぱいありますのでそういうのもや,とやらないといけないですね。 だからまあ大変な道のり多分普通にサラリーマンをやるよりももっとハードな道のりだとは思います私自身はまあこのぐらいのアドバイスしかできないですけど、まあ、卓球の仕事を持ちたいという方のまあ夢を応援したいと思います